今年は夏季の東京五輪。来年は冬季の北京五輪を控え。注目が高まるスポーツ界。ヒント、ポッドスポーツ SNS 調査隊では、SNS で反響を集めた話題から、この機会に知ってほしい選手やちょっとほっこりするネタなどをお届けします。今回は引退を表明した、 フィギュアスケートの本郷理科選手が投稿した思い出写真の数々です。16日にインスタグラムで引退報告現役時代の思い出の写真を投稿世界選手権に3度出場した元日本代表スケーターが選手生活に区切りをつけました。16日の投稿でいつも応援してくださっている方々へご報告ですと切り出した本郷理科選手。 この度指示ではございますが、現役を引退する決断をしましたのでご報告させていただきますと発表しました。投稿には9枚の写真が添えられています。最後の競技会になった昨年12月の全日本選手権や演技中の自身を収めた写真のほか、目を引くのは現役時代の思い出写真でした。2015年の グランプリ GP シリーズ中国杯で優勝の浅田真央さんとワンツーフィニッシュを飾った当時のツーショットさらに年が近い後輩でもある宮原さと子選手とのツーショットやドレスアップした浅田さん羽生結弦選手宇野昌磨選手らと写った日本代表の集合写真も 投稿ではファンに感謝を述べた上で、全日本を終えてたくさん考えて、自分の今の実力、結果、コロナでカナダへ行くことができない状況など、あと1年やるかやらないか迷った時、現実的に考えて、引退を決めて、次の道に進み、頑張っていこうと決めましたなどと決断の理由を明かしました。 中級から20年シーズンは一時競技を離れ、翌シーズンに復帰、皆様のおかげでこうして引退することができたと思います。一度離れた時に、そのまま辞めると思っていましたが、本当に辞めずにやりきってよかったと思っていますとも記しました。そして、文末には最後の全日本の写真と、 懐かしい思い出の写真ですとの一言も添え、写真について説明。この投稿には、ファンはもちろん、同じスケーターからも数々のメッセージが寄せられています。樋口若葉選手、小松原美里選手、村本成中選手に加え、アレーヌ・シャルトランさん、 カナダなど同じ時代を過ごした選手からのねぎらいが続々。さらに写真に写っている宮原選手は写真懐かしすぎる。いろんな思い出がありすぎと思い出を共有していました。1996年9月に生まれ。現在24歳の本郷選手。小学校3年で地元仙台から名古屋に拠点を移して、 競技生活を送り、2014年 GP シリーズのロステレコム杯優勝、同年の全日本選手権に2015年と16年の4位大陸選手権3位、2015から17年に世界選手権出場、最高6位入賞など、国際舞台を含めた第一戦で実績を残しました。 多くのファンに愛され、記憶に残る演技を見せたスケーター。投稿では次の道に進んでも、自分らしく笑顔で頑張っていきたいと思いますので、見守っていただけると嬉しいですとメッセージを綴っていました。次のオーディオビデオでお会いしましょう。